キングレコード愛陽子さんお迎えいたします。愛陽子さん、今日の1曲目、宵町しぐれお願いいたします。さあどうぞ。といても寒いのに話し相手はお酒だけ、夢も皆さんこんにちは、キングレコードの愛陽子です。今日はフレンドリーさんの歌謡祭に初めて出させていただきました、ね、なんていうんですか、とても親切にしていただきまして本当にありがとうございます。ただいま歌いました宵町しぐれ、これは昨年亡くなりました西谷先生の作品でございます。もう本当にね、私のレコーディングの時にもうこんな感じでね来て、いただいてね、本当にあれを思い出しますと涙が出るくらい嬉しいです。そしてですね、私も今日はね、私群馬の前橋から来たんです。それでね、朝7時に出てきたもんですから途中お腹空いちゃいましてね、もう本当はいけないんですけどお弁当食べちゃったんです。だからなんかこの下にさらしを巻いてですね、それで帯を締めてるでしょ。なんとなく今日はね声が出しにくいんですけど頑張って歌わせていただきます。次はですね、カプリングの母さんの赤い糸っていう歌なんですけど、これを私小さい頃から親元を離れましてね、この詩をいただいた時涙が出て歌えなかったんですけど、もう頑張って歌います。よろしくお願いいたします。
さんそう降る田舎の駅で私を刻むあなたは消えた消えてはぐれた親子の手繰り寄せたいたさんの赤思わぬ親などいない心悔やんで泣いてたんでしょうきっといつはどこかで会える借りたこの世にいるならば細く絡まる傘の赤どうも今日はありがとうございました。私テレタマの方でですね朝5時半からミスターあけみさんと一緒にアシスタントやっておりますので、 もしこちらの方で見えるようでしたら見てくださいね。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。キングレコード愛陽子さん、応援もたくさんどうもありがとうございました。